はいえー、YouTube で、えー、稼ぐための第一歩としてですね、質問いただいてますので、これ順番にこう回答しようかと思います。まずは YouTube を撮るための機材なんですけども、具体的にお聞きしたいものがありますと質問いただいております。かなり前ですが、熟長が白いデジカメを2台同じものを使用しているという動画を上げられていました。そう。これですね。これ。はい。はい、1つ壊れても2つあれば、もうバッテリーとかその他の部分が流用できるというところと、 立ててややすすくて使いやすい。これねこういう風にグリップが立つんですよこうやってこういう風にねだから自撮りがすごくやりやすいとで横でもこう自撮りができるんですよあのつっかえ棒とかいらないんですよねこれだけで自撮り用に作られてるでシャッターもここにあるんですよシャッターここにあるんでこういう風に撮影することができるんですよねだからこれ気に入ってるんですよでこれはね高くても3万円安ければ1万円前後でメルカリで手に入ります で色はいろんなのがあるんですけども色はこだわらずにですね私はたまたま白2個だったんですけどもメルカリで探していただければどんどん見つかるんではないかなと思いますでこれと同じ型でなくても似たようなやつだったら何でもいいんですよ同じのを複数持つっていうね戦略が私はすごく好きですねはいえー、どこのメーカーのデジカメなのかニコンのクールピクスですでえー、と型番がですねどこに書いてあったかな、えー、S6900 ですねこれ結構出てると思うんですよ、えー、クールピクス S6900 ですよね 五感用のバッテリーとかもあるんですけどもちょっとそれも紹介しましょうか五感用のバッテリーはこれです常に充電した状態ですねこれえー、っとこうバッテリーを2個同時に充電できるんですよねでこれを USB 挿して充電するとで当然こっちにもバッテリー入ってますけどもまっさらなやつがまだあるんですよだから電池ね動画を切るとすぐ切れるんで電池は常に4個6個持っとくようにしてますよね えー、そんな感じでございます。これはね、えー、クールピクス s 6 9 0 0互換バッテリーとかで検索すると Amazon であ購入することができます、えー。よろしいでしょうかね。で、2つ目、お金を稼ぐためにはコンテンツ販売が必要であり、それは世の中に必要とされているものということですね。これお話しましたけども、恋愛、それから仕事、お金、健康、この4つでいきましょう。この4つのどれかでコンテンツを作ればいいかと思います。で、例えば、健康に、 フォーカスして健康のコンテンツを作ろうとしたときに、健康の何なのか、何の健康なのかっていうのもあるんですよ。健康っていうのは、例えばね、アンチエイジングっていうのが入ったりとか、あの、メタボのお腹を引っ込めるっていうのがあったりとか、あとサプリメントだったりとかね、美容だとかね、若返りだとか、もういろんなテーマがあるんですよ。そのどれを行くんですかってことを決めて、それをひたすらやっていくってことですよね。自分の実績があるものがいいです。もしくは自分の知識が豊富なものがいい。どうしてもその両方がなかったら、自分の意欲が続くもの。 要するに特技じゃなくても好きなものをやるのがいいですよね。えー、はい。で、YouTube で稼ぐ仕組みについて話されているのを聞いて気になっていました。コンテンツ販売について私には何の知識も経験もありません。なので何が世の中で必要とされているのかも分かっていません。うん。ということはトレンドをやってください。今世の中で流行っているものをどん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 パブリッシングしていく。要するに、えー、アウトプットしていくということですよね。えー、Yahoo! のトップページを毎朝見て、その中の上から順番に動画を作っていけばいいんじゃないでしょうか。 流行りものをやると当たりやすいです。えー、特にね、あのー、最近はね、NHK から国民を守る党と、マツコ・デラックスさんのね、えー、これがね、かなり再生数を稼いで、無名な人まで数万アクセスってのをね、いきなり取ってますからね、うん、やっていったらいいんじゃないかなと思います。で、今日だったら何があるかな、台風とかでもよかったですよ。あのね、台風が来たとき、台風1 5号が来たときは、漏れなく天気予報をやった方がいいんですよ。台風1 5号の進路はこうだとかね、えー、予測はこうだとか、人口地震だとかね。 やるんですよ、うん、だからこれを思いつかないとねなかなかきついですよねあのネタに溢れてますからねミスターマイアミさんもネタがありすぎて動画が追いつかないって言ってるじゃないですかほんとそんな感覚になります、はい、ですが動画を上げていき続けてくれたな何となく見えてくるものはあるかなと感じてますまた何かの機会にヒントになるお話をいただければ幸いでございますけどもヒントになりましたかね ATM とはどうですかね それから先ほどみたいな台風とか天候とかね流行りの芸能とかこういうのはもう尽きることがないです甲子園で言ってもいいですよ今だったら甲子園の珍プレー集を解説するでもいいんじゃないですかね高級石焼芋さんのチャンネルでプロ野球のあーどことどこの試合でこんなのがありましたとかね珍プレーがありましたとか好プレーがありましたみたいなのをやってもいいんじゃないかなと思いますよね すでに流行ってるものを追いかけていくっていうのは、ああの何も思いつかないときは、鉄板で当たりやすいものですよ。最後、動画へのコメント、時々いただくようになりました。素晴らしいですね。今のところ好意的なコメントが多いと。ですが、中にはあからさまな非満とまではいかなくても、嫌味、冷やかしのようなコメントを受けたことがあります。マイナス評価も受けています。ただ、そんなに数多くはないので、精神的ダメージはそんなに受けず済んでいます。なるほど。あのね、マイナス評価は、あのー、見ることは見てもいいです。でも、返信をする必要はありません。 で、これね、マイナス評価はねなんでかっていうと変身してほしいんですよ。変身してほしいんでやってるんですよ。 だから、心から憎んだりとか、心から嫌ってるってことではないです。各時点で、各エネルギーを使う時点でファンなんですよね。<laughs> はい。ですんで、アンチはファンの卵ということですでね。で、えー、えまあ、楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい。瞳につくようになるにつれて、アンチも同じくらい出てくると思いますので、えー、軸はどのようにされてきたかということですね。私の場合は、アンチコメントがあったら、アンチコメントがね、追いつかないぐらい動画を作りますね。コンテンツ作りますね。そうすると、アンチコメント書いてる方が爆発しくなるんですよ。 <laughs> そういう作戦でいきますね。だからコンテンツをたくさん出すと作ってる方がすでにコメントをね動画を見てコメントするのが追いつかなくなるみたいな現象が起きてきます。そのぐらいの対抗意識を燃やしてもいいと思うんですよ。でアンチコメント書く人が肌と気づくんですよ。人の悪口を書いて人の悪口を書いて人の腹口を書いて「俺何やってんだ?」みたいな <laughs> 何のいいこともないんですよ。で悪口を書き続けてで飽きますからで離脱していきます。離脱していくまでずっとね動画の量産しますね。 そんな形でございます。それではですね、他の方も参考になったでしょうか。また YouTube で動画を撮るときにはご質問ください。では失礼します。